さて、こちらもやっていきましょう。自分自身でゲーム実況する際に名前が付けられる分で初めて揚げ玉、ゲンジ揚げ玉以外の名前を付けたソフトです。どういうありやねん。眠っていましたね、ケイタ君。あ、昨日はいろいろと疲れたから。それよりまだいたんだ。執事として当然です。いいからの時も寄り添ってお世話します。とも、お世話はいいから放っておいてほしいな。あ、そういえば今日はフミちゃんと待ち合わせしてるんだった。人間のお友達と仲良くするのもいいことですね。待ち合わせ待ち合わせ場所はどこですか。三角公園だけど、ついてくるの？当然ですもん。そうと決まれば早速レッツゴー。ちょっと。ふみちゃんと待ち合わせしてるんだ。もしくはこれが表示されている人からクエストを受けられます。クエストは頼み事、お手伝いの2種類があります。頼み事は一度クエストを達成すると解決となってクエストは終わりです。お手伝いは一度クエストを達成しても同じ人から再度依頼されることがあります。クエストを無事に達成するとアイテムやお金、経験値などがもらえます。頼み事を忘れてしまった時はメニューのクエストで確認できますよ。まあこれはやり込みの分なんで、基本自分はそういったやり込みをの分をはやらずに行きます。入れない。動かしやすいよ。でもダルダルマだったらもう仲間にしてるから倒して経験値をもらうだけにしておきましょう。多分これはタッチペンでやるっていうパターンでしょうけれども、なぜかこれでもできますので、一応これでやってやります。タッチペンでやればもっと早くたまるんでしょうけどね。多分 E ランクで仲間にできるのはもう全部集まってるっていう感じかな。交通事故。やっぱりお前か。いやいや。ひでえ。まずどこに、そこか。意外がか。まあせっかく見つけたから経験値にさせてもらいましょう。どれも。落とし。行くよ。
今さらだけれども、使っていくと熟練度みたいに上がっていくんか。しかし 3DS の妖怪ウォッチ、今もめちゃくちゃ安くなってますね。正直ストーリーをクリアして、どこだ、あら、おい、どこだ、完全に見逃した。またどっかで、あそこか。さあ、ネガティブーン、押してっていう分のあれがよく分かんなかった。目的地は上だった。元気がないね。何かあったの？そうだったんだ。大変だね。大丈夫だよ。仲直りできるといいね。ふみちゃんが落ち込むなんて珍しいな。なんとか力になってあげたいけど。こりゃ妖怪の仕業かもしれませんね。妖怪がふみちゃんたちを喧嘩させたってこと？そうです、私の妖怪執事としての本能がそう告げているのです。よし、その理屈はよくわからないけど、ふみちゃん助けてあげなきゃ。それなら河川敷に行って妖怪を探してみるのです。ウィース、出らんねー、デラデラポー、デラデラポー。ここで反応がねえってことは外か。この木か。木じゃなくて下でした。お前は初めましてだね。導き導く割に暴力くるんだな。カッチカッチミミさあポコポミミさあポコなんか、もう一つどっかで、こっちか、これ。
ビまだどっかに反応があるぞ。仲間になんなくても経験値ためにはちょうどいいからな。そこか。あれ見逃してもだ。いいことす。まあ、だい。また逃した。どこ行った？どういう動きしてんだよ。いやクラスメイトのアイさんですね。どうしたんでしょう。ただの怪人坊さんかと思いましたが、妖怪の可能性もありますね。ちょっとあたりを調べてみましょう。まあその前にここ行って回復しとかないと。いやいや、この妖怪ひもじ近づくだけでお腹が空いてきますよ。なんだかお前おにぎりが食べたい気分は。いきなりおにぎりを持ってこいとはなかなかずうずうしいですね。お前おにぎりは。はい、言われた通りお前おにぎりを持ってきましたよ。それを食べたらお腹を空かせるのはもうやめてくって。お腹が。やはりお前おにぎりは最高じゃの。だがのまだ食べ足りないの。葉緑茶かの。どれだけ食べてもお腹いっぱいにならなかった気が。じゃあお腹すいたかい。いや落ちるよ。しょうがないじゃん。急いで葉緑茶買ってきましょう。ここに売ってねえか。自販機どこに売ってたっけか。だなんで自販機と思ったら葉緑茶。もう今130円だよ。え？どうだったっけ。葉緑茶持ってるみたいじゃの。それはしにくれんかの。急ぎ渡してあげましょう。持ってきましたよ、葉緑茶ですよ。優しい子じゃの。やっぱりお茶といえば葉緑茶じゃの。約束でそう、お腹すかせるのはもうやめて。まだ持ってこいと。冗談じゃの。わしはいくら食っても満足せんからの。いくらをいくら食っても満足せん。わしだからナイスでジョークじゃの。ジョークじゃない、満足じゃの。
ナイスな凝固ごちそうさまでした。おいしそう。じゃあお腹を空かせるのはもうやめてやろうかの。やっとお腹が元通りになりました。さあではアイさんの様子を見に行きましょうか。ウィズついでに仲間になってこねえかな。お見事。普通に戦いようか。経験値が多い。車の下を覗きながら歩くのが僕のスタイルさ。車の下にはいいものが落ちてることがあるかもね。10円ガム。どうも様子がおかしいようですね。あ、ケイタ君、真ん中のベンチにいる学生見てください。あの様子は妖怪に取り憑かれていますね。この近くに妖怪がいるのかもしれません。この辺りで隠れている妖怪を妖怪レンズで探してみましょう。もしかしてこの妖怪がフミちゃんの原因、喧嘩の原因？間違いありません。この妖怪は暴露バー、取り憑かれたものを持っていることを全て暴露してしまうのです。そっか、だからフミちゃんは隠し事ができなくなって。気をつけてください、ケイタ君。どうやら次はケイタ君を狙っているようですよ。妖怪が出てきちゃったな。ただでさえウィスパーにつきまとわれてこっちは困ってるんだから、早くフミちゃんを仲直りさせてあげて家に帰ってゲームでもしてよ。にゃ、ひどいんですよケイタ君。バクロバーはケイタ君が気に入ったと言ってます。それって友達になってくれるってこと？っていくとこれが自然に埋まっていくってわけか。ふみちゃんが喧嘩しそうなバクロバーのせいなんだからね。ちゃんと仲直りできるように手伝ってよ。
が。やめた、どうせ仲間になってるやつだし。ねえふみちゃん。あ、うん、きちんと仲直りできそう。ねえバクロバ、さっきみたいにふみちゃんに取り付ける？しきかな友情、雨降って地位固まるとはよく言ったものです。元はといえばバクロバのせいなんじゃ。でも仲直りできてよかった。おや、どうやらバクロバは力が有り余っているようですね。言われてみれば街に満ちる妖怪が強くなってるよ。なるほど、なるほど。小学校の方から歩いてきたサラリーマンが結界がどうのとつぶやいていたと。それから妖力がみなぎってきて取り付かずにはいられなかったのですね。ビビッときましたよケイタ君。バクロバーの力が強くなったらきっとその結界が関係してるに違いありません。それ知ってるサラリーマン、怪しいことこの上ないですよ。彼は郵便局へ向かったようです。行ってみましょう。待って、もう夕方だよ、そろそろ家に帰らなきゃ。と総理してね、ご両親に心配かけるのはいけません。ウォッチの針が夜になったら必ず家に帰ることにしましょう。怪しいサラリーマン気になりますが、明日改めて探すことにしましょう。はゆっくり眠れましたかケイタ君。はあ、外はあいにくの雨のようですが、休んでる場合ではありませんよ。早速ですがバクロバーの言っていた怪しいサラリーマンを探しに行きましょう。時間を確認できるようになった。ああ、あれね、なるほど。微妙に時間経つの結構早いな。小学校でそういう話をする母親って一体、うったったうったった、ちびまる子ちゃんかい。まあスマホとか携帯とかの機械をモチーフにしている妖怪は雨は嫌いでしょうな。
なーに、仲間になんなかった。ポケモンみたいにアイテムで仲間にするっていうパターンじゃないみたいないからな。アイテムを、地味なジミーでしたと。まあ経験値にさせてもらいましょう。エチコさんの百裂肉球、じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。それでは失礼します。